清少 PA に来ております。朝日です。どうした？おお、いいとこがありますね。なんかまだ6個ですよ。はい、もちろん貸し切りですよ。はい、あの温泉入っておりますよ。福田君の下に新人サイズがこうって今日なんか相当臭くなりそうな予感ですね。鎌屋の岩風呂と箱根随一の温泉、温泉に入り呼吸系どころ、釜飯は天下一品って書いてますよ。ちょうど20度ですね。朝風呂ですよ。釜飯屋さんにあるあの温泉ですねに入りました。9時からやっているありがたい、温泉ですね。まあ、あの本当は釜飯を頼んでる間に、温泉に入るっていうのが一番あの贅沢な楽しみ方のようですよね。やってらっしゃるのかなと思ったら、あの今からあの来ますよと。で、お孫さんですかね、若旦那になるんですかね。で、ちょうどあのフライング気味にちょっと入れてくれたんで、あのシャンプーをちょうどあの入
り返ったとかいった感じですね。で、入ってる時に、詰め替えが終わって、うん、で、ちょっとお話しさせてもらったら、釜飯と温泉どっちが先なんですかって聞いたら、あれらしいですね、あれあれ温泉が先ですと。で、もともと向かい側にあった、寿司屋、お寿司屋さんがあの場所にあって、で、まあ、なんか場所が変わって、営業始めたとかしましたね、うん、で、温泉がやっぱりあそこだから温泉がどうなのかね、この辺の温泉は引いてるやつか、引いてるやつか、源泉があるわけじゃないですか、引いてるやつか。気持ちよかった。で、これからですね、もうキャンプ場の方に、早めに向かうんですが、スーパーですね、ちょっと買い出しをして、で、キャンプ場ということで、もう今日行ったらもう外に出ない。なので到着の日は本物でやるっていう方向でやっぱ考えた方がいいと思うんですよね、ということで10時からですけどね、もう49分、10分ぐらい前にまだ着いちゃうな。余裕ですよ。白濁の湯で、よかったですね。ああ、気持ちよかった。下にこう、沈殿してるやつが、ちょっと水が動くと、こう、攪拌されて、ぶわーっと回ってくるね。ああいうの好きですからね、こう変化があるのがいい、変化が。で、カッパのもう下は脱いで、もうあれですね、ズボンちょっとこう、なんとかね、あったかめの、あっためのこれもキャンプ用に以上履いてるいつか B6 くんでちょっと焦げちゃったあとはあるやパンツなんですけどね、はい、それ一丁で全然大丈夫ですね。で、今日皆様が、地元の、多分佐野さんとか近いから早めに来てくれて、設営等を多分手伝ってくれたりなんかするんじゃないですかね。で、A吉さんが場所を押さえてくれたんですよね、なので A吉さんは、が代表して、受付をしてくれると。で、その他の方はもうそのままサイトにどうということらしいと。崖の上の練習場だ、打ちっぱなしね。はい、静岡県です。富士山が見えるんですよね、本当はね。見えまへんちょうど見えます。今日昼、ちょっともう計画しとかなきゃいけないね。今日の夜はだからあんまりもう買うのやめようと思うんですよね。皆さんがちょっとずつ持ちになるであろう、持ってきたらダメですよってもう注意したはずなんですけどね、多分皆さんうっかり持ってきてしまうような気がするんですよね。それはやっぱりいただいた方がいいような気もするんですよね、あんまりね、買ってね。一応ね、いろいろ全国からなんか集まるような気がするんですよね。今日の昼は佐野さんがまた燃料物資投入で、もうすでにお蕎麦のあれがあったもんな。あれ佐野さんお昼前に来てほしいな。あれ俺も狙ってるんですよ、お蕎麦ね、湧き水を使ったあの蕎麦ね、なんか湧き水蕎麦だ、あれもう抜群だもんな。あれ狙ってるんで、あれをちょっとぜひいただきたいなって気がしますね。夜は今日はもう各地ね、みんなだらしなくやるっていう話ですけれども、
先生がもうなんかキャンプ場に送りつけたというお話も悪いのですね。困ったなこれな。GS 走っておりましたな。もう GS ばっかりですよ。本当に。ツイッターでもツイートしたんですけども、会社のですね、同じフロアにいるあの川崎乗りの女性がいるんですけども、そのご主人がV ストローマだったのかな、なんか確かで、なんか GS に興味が出てあるので、いろいろこう、なんですかね、いやらしい写真をいっぱい送ったんですよね、 GS 的な。で、彼女を通して見てもらって、いつの間にかもうなんかもう買いました。北海道のディーラーが取り寄せるっす。で、なんか北海道でなんか コロナの関係でちょっとなんか送るのがなんか相当時間がかかるってなったら、もう我慢できなくなって、もう新型でいいやとかなっちゃったらしくて、新型見に来ちゃったって何やってんだろうな。そりゃね、そりゃ新型、新しければ新しいほどそりゃ気持ちがいいですよ。あ、でもそれぞれのやっぱりね、出会いっていうものがありますからね。あ、それをやっぱり大事にしてもらいたいんですよね。ご縁ですよ。その3じゃねえ。ちょっと気になる場合だったな。はい、9時48分、19ですね、ガソリンを入れました。なんかまたこのリモコンですね、あのライブビューリモコンの調子悪いですよ。あの電池がこの なんか劣化したらすぐ切れるって、あの充電しながらでも切れちゃうっていうことがあるらしくですね、その現象が起きたんで、あの交換したんですよね、本体の。ダメですね、なんだろうな。まあ、手動でも撮れるは撮れるんですよね。あの2台連動してあの撮影をしてるんで、その動機を撮るのにこの必要みたいなものですね、でなので、あの動機を撮るで、リモコンで動機を撮ったとしても若干ずれるんですよね。でそれを最後にあの調整するのは、あの変身の時にこのシールドの上げ先のタイミングで、これでこのピタッとなった時とか、あの引き下がる瞬間とかですね、そこをコマ送りして一個一個揃えてるんですよね。このエンジン、シート下の、マイクと、このヘルメットの中 のマイクですね、でこれがこう いい感じにこうシンクロしないと、ちょっとこうなんかずれすぎると良くないですね。ちょいずれぐらいになるとまたない、なんかいい音がしちゃったりするんですけどね、ちょいずれぐらいでちょうどいいというか、本当はピタがいいんですかね。ずれすぎるとなんかね、あの変な感じになっちゃうんですよね。焼き鳥か、焼き鳥な、いいな。であれの感染予防を講じながらあのお勤めしなきゃいけないですかね。お店だと4人以上の会食はうんなんても話ありますよね。今日で14人か、なんかあれもありますからね。もうちょっと分散しながらも、そう、本当難しいですよね。こうやっぱりこう一体感のあるお勤めしたいですもんね。にもかかわらずこういうあれですからね、ちょっと工夫せねばならない、工夫をね。バッグ持ち込みで行きます。
ったのかな。うん、たシトーカイオコ。シトーカイオコ。豚バラやった。豚バラ。これいいじゃん、これ。さすがですな。でこれを積むと。よし。今回ちょっと長物持ってきてるんで、ちょっといびつなんですね。でこれの上にこれを置いて、でこのこうバンドで止めると。クロスね。いけんじゃないですか。でこんな感じですね。この細い方でやってると。よし。10時53分、20度ですね、スーパー大きで、2日分の一応、買い出しをしましたね、6000円を、超えてしまいました。でちょっと何を買ったらいいのかというかですね、いろいろ考えたんですけど、やっぱり、いつも大好きな、焼き鳥ですね、焼き鳥の生のやつが一方であるんですね、豊富に。割り高買っちゃいましたよ。つなぎもまでありましたね。お客さん見えてきましたね。で、2日分、だからもう明日、もう買い出しに多分行かない方向だっていうことで、一応もう買ったと。で、氷がちょっと持つかどうかって分かんないですけどね。で、皆さんがちょっとずつなんかこうね、余裕を持って買ってきたりすると、ちょっと余ったりするから、あんまりね、自分は買わない方がいいんでしょうけどね。やっぱつい食材を見てしまうと、手が伸びちゃうんですよね。本当弱い人間ですよ。で、その代わりですね、酒はもうビールと、ハイボール1本。トリスしかなかったな。ちょっとそれぐらいにしましたね。多分ですね、なんかゴロゴロっと一緒にどうなんか持ってくる人が、多分ね、いけない人がいると思うんですよね。まあ、そういう人が、なんかそのままお持ち帰りになったら、これまたね、良くないですからね。お手伝いやっぱりするっていうのは大事なことですからね。ちょっとそういう精神でちょっと行こうかなということで。ビールも、佐野さんがちょっと検査ごとなんか持ってきたような気がするしな。困ってたな、これな。もう足りなくなるってことはないような気もするんですよね。いっぱいなんかもうお腹空いちゃっていっぱい買ってきちゃうと思うんですよね。
難しいですよね。あ、でもあれだな、夜は夜であるもんな、ね、元気かな。田中先生がちゃんとあの、豆腐買ってくるのかどうかちょっと聞くのあれだな。え、買ってくるよな。え、先生全部ご用意していただくなんてちょっとね申し訳ないんですな。なで、あと 6.6 キロでもうキャンプ場に着きますね。もう暑くてですね、あのちょっとウェアもあの着ることができませんで、あのちょっとこの長袖だけですよ。あとこの下もうあれですからね、 T シャツですからね。ここでなんか汗かいたらちょっとということで、会場の陣形をですね、ちょっといろいろ考えればならんのってね、あの富士山朝日、おうおうおうおお、と、いや多分誰か買ってくるな、陣形をしっかりとあの早めについて、あの昼を食べながらですね、ちょっと考えて午後からあの4時間ぐらいかけて張り取ったらどうですかね、なんこれ、スカス、ちょっとなんかいい。なんか立ち寄りたくなるとこいっぱいあるのかな。え、後半か、タープをこうなんとかしっかりと下まで下ろすように張ると、あのなんかこう、まあ、夜はもうね見えないっちゃ見えないですよね。昼間もダラダラっている場合にはあれですよね、富士山見えなくなっちゃうし、タープの張り方もちょっと考えなきゃいけないですね。で、雨は基本的に心配ないので、ちょっとこういう、なんですかね、こうウィングタープもちょっと上げ気味っていうかね、ちょっとあのポールを利用しながら、やった方がいいような気もするんですよね。だウィングじゃない方が本当はいいんですけどね。でも風、ウィングの方が風に比較的強いですからね。もう自衛隊ばっかりですよ。なんか焼き鳥いっぱい買っちゃったな、あれな。ちょっともう栄養士さんがもし来てて、まだ買い出し行ってなかったら、もう、まあ、買わなくていいよって言った方がいいかもしれないですね。今なんか買っちゃって、あれな、で今日今回利用するキャンプ場は大路地さんですね。あの初めての利用ですね。ホームページを見ると日本で最初のオートキャンプ場と書いてますね。で温泉が併設されておりましてですね、でまあもう歩いていけるわ、ちょっとだけ割引になるような感じですかね、去年はのりさんが温泉に入れなかったのがちょっと残念だったって言ってましたからね、まあ、そこをちょっとね叶えるべく、のりさんがまた何ですかね、こうそんなこと言わないようにね、栄養士さんがちゃんと整えてくれたって感じですかね。のりさん来るのかな、ちゃんと今日。見えてきました。ちょっとまだ夏のような感じだな、これな。初冠雪ぐらい。風が強くて、ちょっと。ほら、自衛隊の。もろもろ出てきましたですよ、これ、練習場ですよ。おうおうおう、どうですか、おいいね、
されたというか、前職の同期が招待されて、特等席で、拝見させていただきました。嘘っぽいね、いいですな。若干こう野焼きっぽくやってますね。またこれ朝日と夕暮れ時が綺麗でしょうね。大路地は大路地なんだね。大路地、大路地じゃない、大路地。なんかすごいよあれ。どうも。どうも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 。何時頃着きました？ちょうど10時ぐらいです。ああ、そうですか。いやいやいや。なんか今日は人が多いんで危ないんで、ええ、先になんか入れさせてくれました。ああ、そうですか。なんかもう箱根で。ええ、そうそう、もうちょっとお勤めしてきましたよ。ちょっと待って。どうもいやあ、いいですね。ちょっとね、そうこう陣形をね、ちょっと早めに来てちゃんと決めた方がいいなと思って。ほんと多いね。おお、あれ積んできた、あれ積んできた、あ、いいですね。
なあ、工夫されて。そうですね。工夫されて。そうですね。すごいですね、荷物。いやいやいや、まだまだ大丈夫ですよ。いやいやいや。あの、あとは、あとこれをこれを今度 ここか上に乗せれば、あともう一人乗れますから。やっぱ外人サイズでできてるから。いやいや、いやちょっとまだ甘いな。前はこれで嫁さんとタンデムで走ってましたからね。うん、あれでもヘイコレヘイコレ言ってるのに、とんでもないやつ。やっぱりこう止まると思うんですよね。走り出すと、そうですね、いいでしょ、うん。これがすごいですよね。これよ。これあの90リッター。そう。だテントとかもこう横に置いてますよ ね、うん、ちょっと両手でこうこの辺まで抱えられる重さじゃないとちょっとあれだから、あと栄養士さんに見える人アーサードッグさん、あの犬飼ってんですか。そうですね、やっぱ犬が、そう、最初ワンちゃんの名前がやっぱアーサーなんですか。いや、アーサーっていうのは苗字なんで言ってんですけど、あ、そうですか。かみさんが最初犬の名前で、あのつけてたら、恥ずかしいからやめろって言われて、なるほど、そう、それちょっと途中で変えられて、娘とかかみさんが何やってんのよとか言われて、そうそう、もしかしたらなんかね、あの2世のなんかこうヨーロッパかなんか、それ貴族の人から全然関係ないあ、道路が結構近いもんな、これな。ここなんか来る時はススキが良かったですね。そうですね、ね、自衛隊の演習場かなと思ったら全然違うんですね。いや、あの自衛隊の先、そうです、ね、そう演習場です、うん、あ、どうもどうも、どうもどうも、いやいやいや、意外にコンパクトだな。どうも。どうも。受付渋滞でした。受付渋滞ね。なんかもう車並んでるもんね。あそこね、脱輪しちゃってんの。え？今レスキュー中？脱輪抜けてきた。あ、なあ。受付のどの辺なんですか？もっと上？受付ね。うん。ちょうどあそこなんですよ。あのほら、緑の。あ、あります。あ、はいはい。あれの向こう。あれからぐるっと来るんですか？そこから。うん、バイクはね、そっち通ってくれって言われて、あ、で、宅急便で送った、はい、ちょっとあのアルコール消毒液とか、はい、届いてるんですけど、あ、なるほど、ペグとか、はいはい、でね、うん、今こっち持ってきてくれるっていうこと。 ありがたい話だな、本当な、もう。あ、初めまして。どうも、初めまして。栄養士ですアーサードックです。あ、どうも、日本人ですから。マジりっけないです。いや、ここいいとこじゃないですか。ね、予約してよかった。いやいや、本当の。今日ね、もう満パンになって。そうそう、本当。キャパオーバーって。いや。朝来た時は、2人ぐらいしか、2台ぐらいしかない。はいはいはい。じゃあ、どうも。あ、どうも。どうも。で、もうね、もう、アーサーさんが、もう喉渇いたっちゅうんだよね。しょうがないね。もう1時間ぐらい待ってるみたいなこと、いつまで待たせんだって、もうもうあ、すいません、はじけました。あ、はじけた。いや、ちょっと富士山見えませんけども、ちょっとね、はい、やばい、ちょっとどの辺だ。いや、どれでもいい。パッと出るですね。よし。待てよ。ね、じゃあ、じゃあ、あの、ここで気持ちを合わせましょうかね。あ、ここでね。あ、いいですか。はい、じゃあ、いいですか。あ、せーの、はい。
しゃ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 。じゃあ、我々は、3日間ですね。じゃあ、どうも、よろしくお願いします。どうぞ、どうぞ、よろしくお願いします。マスクを、マスクをね、はい。はい、到着してしまいました。ということで、よし。かまったな、ここは、ほんと。貸し切りですよ。こういうとこです。そうそう。なんか、音もなく。いいよ、いいよ。どうもどうも。なんか、音もなく忍者のように来たね。どうもどうも。かっこいい。適当に、どうぞ。かっこいい。かっこいいな。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。もっと近づけて倒れたらこういく。あ、そう、一回こうやって止まるようになってるから。どうも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 。お疲れ様です。よい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 よ。栄養士です。あ、どうも。佐野です。どうも。あ、佐野さん。はい、そうそうそう。地元。あ、去年ね、そう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 。車で。そうですそうですそうです。動画で。栄養士さんの前にちょっといらっしゃって。すごいの乗ってんじゃないですか。かっこいいな。これ250でしたっけ？750。あれ、これ下の排気量もありましたよね。あ、150が出るね。これそうなんだよね。アドベンチャーなんだよね。すげえな。どうも初めまして。アーサードックです。佐野です。チワラテックさんとかでも出してますよね。うん、どうも。どうもどうも。あ、どうどうも。はい。よし。よし。いや、ちょっとプレデターっぽくなってるよ、これね。ほんとね。お、なんかまじまじ初めて見た、これ。すごいな。今流行りのね。これ、詰めるね。あれ、これ、ホンダですよね。はい、ホンダです。だから、ホイールも、うん、DM に寄せてる、ね。あ、そう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 。ね、チューブレスですよね。うん、チューブレスで。これいいよな。じゃあ、どうもどうもどうも。どうも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 。なくなっちゃったな。困ったな。もう一度ですか。コンビニ近いし。そうですね。え、コンビニ。すぐ歩いて。あ、そう。出て。あ、なんだ。すぐの信号の角に。いやいや、そうそう。あ、心配し、多分ね、今から来る人はね、ついうっかりいっぱい買ってきてくるしょうがない人がいっぱいいるんですよ。あ、来てない。いや、いいんですか。僕もうね、来る途中に喋りながら、俺これ狙ってるって言ったんですよ。あ、そうですか。あ、そうそう。ありがとうございます。だだだだ。よしよし、ちょっと冷やし。元から出会ったやつ。そうそうそう。いや、これ本当ね、これめっちゃくちゃうまいよ、これ。ちょっと、冷やしよ。で、今回は、プロジェクター持ってきましたね。プロジェクター、こうね、マイク、スピーカー。幕。すごい。あ、こんにちは。こんにちは。こうか、この。あ、いいよ。タポよ、立たないやめて、行くか。行きますか。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ね、ちょっとなんか、キングさんので。あ、どうもどうも。いつもお世話になってます。そうそうそう。行きます。ありがとうね。ありがとうね。またね。うん。バイバイ。
こういうところでね、事故起こせよ、事故起こせよ。はい、富士山も見えてきました。そして、会場設営ですね、やっております、うん、いいですね。下でテンションかけて上はやんない方がいいかもね、うん、だからなんとなくぐらいで、うんうん、さんロープワークというよりも、縄間ワークがなんかなんかちょっと怖い、なんか その道の方ですか、その縄が専門あ、いいじゃんいいじゃん、さすがだな。来たら、うんうん、ちょっと破けるリスクあるけど、そうね、下ね、こう張ってもらえば、そうね、そうね、うん、で今はまだこうほっといた方が、そうですよ、そうですね、よし、で、じゃあ一回倒してみましょう、倒しましょう、倒しましょう、倒しましょう、はい、一応陣形が保たれましたよ、4、3、12、4、5、5、3、10、だから16人、3つ、今日は2つで済むんでしょうね。こんな感じですね。どうすか、富士山もほら、はい、13時09分ですね。で、本日の陣形数、もうテントの中はもういつでもゴロンできるようにしましたね。で、まあこういうふうにステイシーが3つこう並んでると、なかなかじゃないですか。ここね、で、富士山どうなんでしょう。で、お勤め会場があると。で、今から続々とやってくるのではないでしょうかね。こんな感じですよ。で、なるべくウィングタープもこう下がらないように、中間ポールを立てて、で、富士山も見えるし、皆さんの顔も見えるし、で、風も通って、感染予防ね、これ栄養さんもバッチリやっておりますよ、これ。来ました来ました、あ、どうも、はいはい、どうぞ、そうから、あ、ここでもダメだ。綺麗にしてますよ。よしよしよし。じゃあ、ここ。ね。あ、いいですね。おいいじゃん、いいじゃないですか。ちょっと詰まり気味になったけど、もう重くて下がれないしな。うん。どうも、あれ、なんか奇遇ですね。はい、奇遇ですね、またね。本当よく合うんだよな。早かったですね。早かったですね。ですね、はい。え、寄り道線で。あ、そうですか。いや。いや、別に俺構わないですよ、これ、バンジーとも。俺は全然いい。うん。こんぐらいですかね。どうも。では。では。やりますか。そうですね。仕方ないですもんね。A さんが熱い言うしな。いいかな。そうだね。あのさんのやつをちょっと、もらおうかな、それから。あ、困ったの、座ってしまったな。座ってしまったですね、僕らね。もうダメですね。もうダメだな。いや。これも使えるんですか。あ、使いますよ。どんどん。ああ、素晴らしい。まず外やって、次中のね、消毒ね。どうせ送り返しちゃうんで。嬉しいでしょ、ほら、はい、ちょっと家族置いてると、はい、特別な接待を受けるお店行ってないですよ、大丈夫ですか。いいじゃないですか。はい、6.2 度。あ、いいですね、ちょっと待って、消えてから。
このまま測れるのかな。ちょっと行ったらいいですか。あ、ダメだ。ちょっと待って。一回消えないとダメだし。行きますよ。4.6 度。低いね。低すぎますね。ちょっと離れすぎなんだ。3-4センチとかなんだ。ああ、そうか。ちょっと遠かったんだ。遠すぎます。これだと低体温で。ああ、そうか。低体温で。一応いないことになっちゃう。はいはいはい。すみません。仮死状態。5.8度。あ、はいはい。まあまあ。なるほど。ということで。はいはいはい。では、じゃあ。この字利用。そうですね。ちょっとここでちょっと気持ちを合わせましょうかね。はい。じゃあ A さん、どうもお疲れ様です。どうもよろしくお願いします。どうもお疲れ様です。よし、そっか、マスクがあったんだ。喋ってくれ、こう小池さんと菅さん。うまいよ。はあ、最高ですね。はい、13時54分ですね。じゃあ、あの昼の部ですね。もうなんか皆さん適当に、適当にこう、あ、取り橋を、設けるとシェアをちょっとできる感じですかね。私、あの青森県産のスルメイカと、これ南マグロの刺身。ものもこうだ。これそう、サヌさんからいただいたね、このね、そば弁当。これ、僕はこれ入れます。これ、あ、わさび。よし。わさびがあります。こっちあります。一個あります。よし、いただきます。ね、それぞれにこう、取り箸を置いて、イカね。イカ、あ、もう行こう。バンバンもらってますね。もらってますね。バンバンね。カンパチ。ちょっともらっちゃう。これすごいね。あと今日油はすごい。食べますよ。1人ぐらい来られる。ん？あ、そうですね。よし。お、つまみですね。これどうなかったんですか。あ、大丈夫ですよ。あ、ちょっと取り箸。2個ぐらい。ちょっとお稲荷とね、セットでね、お稲荷を出してきますよ。よろしくお願いします。ました。田中先生の。田中です。ありがとうございます。ちょっと見てください。俳句の田中でついてるんですね。発想元ですけどね。発想元ね。いや素晴らしいな。お、花輪ホルモンですよ。花輪ホルモン。ね、あのほら、東北人が今日ね、ちょっと来れなかったから取り寄せろっつって。田中先生が。さて行ってみようかな。そば。バラバラで、バラバラと言ってもらいますよ。あれ見てるとすごいですよね。あんな高級車、あんな扱って。いや、あれがね、戦略なんですよ。ぶっ壊してね、また新しいの買わせようっていう。
いや、本当ですよ、あれ。よし。なんか、怪我してる人もいますよね。あんな開くかなって言われて、うん、でも GS 丈夫ですよね。そうですよね、見た感じなんか、うん、やっぱり GS は上品にこう大事に大事に乗るしかない。まあ、うん、あ、そば食べようと思ったら来る人いるんだよね、いつもね。まあ、マジで。え？この前もそうだったよ。ちょっと GS。あ、行っちゃった。田中先生。田中先生。先生、先生こっち。あ、あこれこれこれ。おこれこれこれ。どうも、どうもどうもどうも。お疲れ様です。連泊だよね。はい。はい。ここ同じ角だね。先生センターに。先生センター。こ先生ここここここ。いやいや、まっすぐ入れてもらわないと。まっすぐよ先生だけ。あ？やり直す。あ、いいですね、いいですね。オッケー。ほら、先生基準になってるんですから。お疲れ様です。どうぞもう一杯飲んだろ。いや先生待ってました。お互いの好きですからね。変化があるのがいい。変化ゴロゴロっと一生瓶とかなんか持ってくる人が多分ね、それいけない人がいる。うわ、すごいな、これ。ちょっと、アソっぽいね。どうも。何時頃来ました。どうも。受付渋滞ね。なんかもう車並んでるもんね。はい、到着してしまいました。もっと近づけてタオルからポン。ありがとうね。またね。エイさん、ロープワークというよりも縄マークワークがなんか。いや、全然俺は構わないぞ、これマジで。俺は全然いい。また座ってしまったな。座ってしまったですね。僕らね。行きますよ。4.6 度。じゃあ A さん、どうもお疲れ様です。どうもよろしくお願いします。はい。
田中です。まあ、そば食べようと思ったら来る人いるんだよね、いつもね。まあ、マジで。あっ、当たった当たった当たった。ほら、先生基準になってるんですから。ありがとうございます。どうぞ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 。もう一杯飲んだろ。いや、先生待ってました。先生待ってました。待ってた。